Hey, do some more, Tokyo Mirage. 東京ミラージュセッションズシャープ FE、I'm on myself up here.I'm not loud.今の声は。Episode 2 out of the way. I'm doing that now. I'm still in the prologue. I'm just trying to keep重ねたよりしろ。翼ちゃんの方も時間の問題。順調だな。ねえ、翼。よこし。え？力。よこし。よこし。翼！よこせ、力よ。よこせ、よこせ。うわ！翼！
俺は何をしていたんだ。ここは俺が食い止める。どうして。話は後だ。お前はあの子を助けてやれ。翼急げ。でも翼を助けるにはどうすれば。どうすれば。信じられ。うわっ、ケンが喋った。その声もしかしてさっきの青いお化けみたいな人。ああ、気づいたらケンになっていた。嘘だろ。気をつけて。大丈夫だ、俺がついてる。行くぞ。ケン、うわぁ、来るな。前を見ろ。一か八かで。はぁ、これだな。失敗して、いるわね。うわ、うわ、逃がしてはこれで。ここか。ここは一体。やっ、いるわね。うわ、おっと、難しいかも。一か八かで。しびれろ。これだな。失敗しないといいな。助かった。任せて。やった。逃がしてはくれないよな。難しいかも。一か八、一か八かで。せい。ここは一体何なの。失敗しないといいな。はあ。間一発。俺にもできる。この日を逃すな。ヤリさん、言いたくないですか。あ、やった、5000円。ありがとうございます。
なんとか倒せたようだな。戻ることもできるみたいね。まだ状況が理解できんが、俺の名がクロムということだけは覚えている。クロム。イエー。クロムか。ありがとう。おかげで翼を助けることができた。俺はイツキ。青いイツキって言うんだ。青いイツキか。ん？こちらこそ礼を言わせてくれ。お前のうちに秘めた輝きが俺の闇を払ってくれたんだ。ありがとう。そしてよろしく、イツキ。Cool. ああ、よろしく、クロム。Cool. We got Chrome again. Boy, love Chrome, bro. 私はシーダ。あなたは翼という名前なの？ We love Chrome. はい。オリベ翼、18歳です。ごめんなさい、翼。私のせいで怖かったわよね。それは、はい、確かに怖かったです。でもあなたがいなかったら今頃どうなってたかわからないから、ありがとうございます、シーダさん。シーダでいいわ。翼は優しい子ね。それで結局クロムたちって何者？俺たちを襲ったり助けたり。待ってくれ。俺はなぜ自分がここにいるのかすらわからないんだ。シーダもですか？私も思い出そうとはしてるのだけど。そっか、どうしよう、イツキ君。それだな、できるだけ早く脱出した方がいい。あれが敵の全てだとは限らない。クロムの言う通りだ。詳しいことは生き延びてから考えよう。ありがとう。イツキ、俺を構えろ、イツキ。セイ。こんなところで死にたくない。That's my bad, right? I wasn't paying attention. Hey! Chrome の言うと、あ、ここか。痛いのは、や。まだ敵がいる。これだな。いいわね。この調子で頑張ろう。クロムを通して新たな戦い方が俺の中に。これがこの姿の意味だというのか。
しら。はい。せい。敵が現れたぞ。てあ、や、は、せい。やれるのか、俺に。バチカで難しいかも。クローム直伝だ。これだな。やれやれ。うわ敵が。任せて。まだ敵がいるのか。見切った。この日を逃すな。早く倒れてください。やった。助かった。落ち着いて集中して。助かった。自信を持て。お前なら勝てる。ああはっ。この日を逃すな。うわ、やっぱり怖いかも。倒してしまえば怖くないわ。手加減なんてやった。倒せた。一歩一歩着実に。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。この力、受け取って、翼。いいかしら。はっ。はっ。俺が力になる。行くぞ。はっ。てあっ。生き残ることだけを。この間合いなら。よし。くっ。うわあ、敵が。よし。私のやりさばき。まずは俺この一撃で。まだ倒れないのか。光の刃よ。やった。くっ。痛いのは嫌だけど。助かった。落ち着いて集中して。見つけ立てるか。まだ敵がいるのか。この日を逃すな。痛いのは嫌だけど。任せて。逃がしてはくれないよな。クロムみたいに。やった。早く倒れてください。私のやりさばき。よかった。私も役に立ったよね。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。うん。てあっ。
気をつけろ。せい。シーダがいてくれるから私のやりさばき見せてあげる。やれるのか俺に。動きをせい。これだな。おっと、やっぱり怖いかも。倒してしまえば怖くないわ。あ、やった、倒せた。頑張った成果が出ると嬉しいよね。や、俺が力になる。行くぞ。せい。せい。まだ気づいてないみたいだよ。怖いけど頑張るしかないよね。あー、まだ見てきてるな。やった、シーダに教わったらいいわね。まずは俺が腕とどめ。今は行くらえ。やった。私も役に立ったよね。この力受け取って翼。いいかしら。はっ。これはイラージュの気配。ひとまずは安全か。あそこか。焦るな、落ち着け。その技で行きましょう。この間合いならこの日を逃すな。セッション、いける。かわせないよ。これついてきて、これで最後だ。5000円ありがとうございます。おお、俺の技、今の樹なら使いこなせる。うん、よし。
化け物たちが落とすこれって何だろう。それはパフォーマだ。おそらく人間たちから奪ったものだ。パフォーマ、あなたたち人間のみが持つ内なる力、そして私たちのような存在の糧となるものよ。オーディションの司会者はこのパフォーマーを狙って人をさらっていたのか。でもこれキラキラしてて綺麗だね。翼の中からもパフォーマーの輝きを感じるわ。人間の持つ力か、うん、せい敵だ。不意打ちに気をつけろ。はっ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 生き残ることだけを。それよ針の刃よ。ここか。みんなついてきて。いいわ。こんな時はどうしよう。よかった。やったね。わあ、怖くない。怖くない。あ、やった。倒せた。敵の動きをよく見るんだ。よかった。くらえ、ここか。私に決めてみせる。私も役に立ったよね。気をつけろ。敵の気配は消えたようだ。これはミラージュの気配。
せい。俺を構えろ、イツキ。ひとまずは安全か。敵だ、一気に決めろ。こんなところで死にたくない。くらえ。倒れないのか。準備 OK だよ。この間合いならやった。私から行くね。私たちの勝ちだね。俺たちは負けない。この力受け取って、翼。いいかしら。その司会者、知らねえ、取り込まれやがって。俺から逃げられると思うな。で、そっちの男、貴様は誰のマスターだ。ずいぶんと強いパフォーマーを感じるが、こいつ今までの敵と違う。気をつけろ、イツキ。クロム。見つけた。シーダだけでなく、クロムの器も見つけた。無事か、イツキ。ん？え、その声。待たせたな、ヒーロー参上だぜ。I'm not how he automatically has this girl.一気に片付けるぜ、すべて消し合う。アルネージ、ホーム、赤木トーマ、剣山。へっ、決まった。で、俺、イツキたちもマスターになってるのかよ。どうやらそのようだな。簡単に行くかよ。逆にあんたからそのミラージュ追い出してやるぜ、うん、さあクライマックスだぜ。
やってみねえとわからねえな。受かて。焦るな。落ち着け。難しいかも、難しいかも。二人の刃よ。俺は負け。いつき君と一緒に帰るんだ。失敗しないといいな。かわせないよ。いつき、翼ちゃん、大丈夫か。やってみねえとわからねえな。どうよ、俺の槍はざっと考えや。クロムの言う一か八かで。この場合なら。失敗しないと貫くよ。始めよう。よし。次の手はどうい？そうだな。それよ。どうよ、俺の槍は。まずは俺今だ。任せて。決まった。早く。Oh man, this is awesome, bro. クロムみたいに。貫くよ。あとは俺決まった。気合い入れろ。いつでもいいぞ。剣はついてきて。今だ。私だって決まった。ボンドタウン、まだ倒れないのか。クローム直伝だ。本物は誰でしょう。いつき、翼ちゃん、大丈夫か。ほら、敵の動きをよく見るんだ。分かった。くらえ。私に倒せるかな。せい、やった。倒せた。ブレック。Oh wow. Ah! Excuse me. Tsubasa-chan! I'm sorry. I saved you. こいつで消え。逃がしてはくれないよな。よっしゃ。直伝だ。行くぞ行くぞ。行って行って。マジかよ。やってみねえとわからねえ。すべて焼き尽くす。聞いたぜ。まだ敵がいるのか。二人の刃よ。マジかよ。クロム、俺がお前を守る。パリの刃よ。
I'm not in the problem. Lose. Kurome みたいに。しまった。ごめん。みんな。東京ミラージュセッションズ。Literally just... シャープ F. I wonder if it'll make me. Oh no! I gotta do all that again. This is aggravating. How to do that down the room, bro. Imam! Did this already? ここは話す。すみません。急げ。うわあ、来るな。前を見ろ。戦い方は俺が教える。難しいかも。難しい。一か八かで。せい。よし。怖い。落ち着いて。失敗しないといいな。やっ。思ったよ。間一髪。剣の人が教えてくれるのか。難しいかも。ここか。やりさん、私焦った。あれ苦手なんだね。うわ、一か八かで。せい。この日を逃すな。失敗手加減なんてしないから。うわ、なかなかこれで決まった。やりさん、私焦らないで。あ、うわ、剣の人くらえ。よし、やりさんと決めてみせ。やった、倒せた。みんなありがとう。
なんとか倒せたようだな。戻る？まだジョ。クロン。青い。うん？こちら。アリア。ああ、私は…ごめんな…でも…シール…それで…待ってくれ、俺はなぜ自分がここにいるのかすらわからないんだ。私も思い出そうとはしてるのだけど…それだな。クロムの言う通りだ。詳しく。俺を構えろ、イツキ。いや、セイ。まだ気づいてないみたいだよ。自信はないけど。これで。よし。シーダがいてくれるから決めてみせるよ。逃がしてはくれないよな。クロムを通してこれだ。うん、この力受け取って、翼。セイ、俺を構えろ、イツキ。てらっ、はっ、セイ、一気に片付けよう。こんなところで死にたくない。それよ。難しいかも。落ちろ。まだ敵がいるのか。難しいかも。クロムみたいに。これだな。
敗しないといいな。失敗しないといいな。ジェイ、うんうん、クロムの言う通りにすれば。やった。うわ、早く倒れてください。助かった。任せて。リツキ、立てるか。あとどうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。見つけた。よし、倒したぞ。やれやれ。俺の技、今の五木なら使いこなせる。今は生き残ることだけを。キル、これだな。うわ、怖いけど頑張るしかないよね。ジェイ、大成功。まだ敵がいるのか。だけど、ぜい、いいわね。クロム、俺がお前をま、これだな。この調子で行こう。この力、受け取って、翼。いいかしら。化け物たちが落とす。敵だ、一気に決めろ。セイ、やっ、敵の気配は消えたようだ。俺が力になる、行くぞ。ああ、自信はないけど。これだな。いつき君と一緒に帰るんだ。やった。落ち着いて、集中して。助かった。うわ、クロム、俺がお前を守る。光の刃よ。よし、怖くない、怖くない。セッション、いける。かわせないよ。俺から行く、絶対後だ。頑張った成果が出ると嬉しいよね。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。俺が力になる、行くぞ。はっ、はっ、せい。
ひとまずは安全か。敵だ。不意打ちに気をつけろ。こんなところで死にたくない。難しいかも。一緒に帰るんだ。失敗しないと私のやりさばき見せてあげる。こんなところで死にたくない。この間合いなら私に倒せるかな。手加減なんか。どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。これだな。おっと、わ、敵の動き決まった。うわ、翼、決めてみせるわ。自信を持て。決まった。やれやれ。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。うん。いきなりか。ひとまずは安全か。せい。Save the game here just in case, because I do not want to repeat what happened last time. I don't want to repeat. Shida がいてくれるから。 I found out she leveled so fast.やれるのか、俺に。やれやれ。早く倒さなきゃ。それよ、とどろけ。これだな。みんなついてきて。大成功。クロムの言う通りにすれば、イカズチよ。やった、私から行くね。これで。うわ、ここは一体何なの。やっ、どうしよう。決まった。俺だってまだまだ高みを目指せるはずだ。この力、受け取って、翼。いいかしら。
そう。よいよい危ない。やつかんだ。だけど難しいかも、難しいかも。キル。さあクライマックスだ。やってみねえとわからねえな。やってみねえとわか。燃えろ俺の。聞いたぜ。自信を持て、お前なら勝てる。ああ見切った。うわっ、やった。怖くない怖くない。手加減なんかしないから。かっこいいとこ見せないと。自信を持て、お前なら勝てる。ああ怖くない怖くない。助かった。任せて。やり、いつき、翼ちゃん、大丈夫か。すれば大丈夫だ。俺がついてる。よし、倒したぞ。早く倒れてください。それで弱点を攻めろ。かわせないよ。ついてきて。やった。気合い入れろ俺。燃えろ俺の。聞いたぜ。まだって…お前…うわっ、あんまだな。誰でしょう。見つけてみろ。私に倒せるかな。次の手はどういく。そうだな。うりゃ、やり。うりゃ。なんだ。ああ。どうしよう。
場合なら。翼、この日を逃すな。落ち着いてって言われても。それで弱点を攻めろ。シーダに教わったのに。ついてって決まった。次はどうすんだっけ。はあ、自信を持て。お前なら勝てる。見切った。行くぞ行くぞ行くぞ。痛いのは嫌だけど。よし、逃がさないんだから。俺から行くって言った。次はどうすんだっけ。ありがとう。よかった。よかった。ありがとう。任せろ。元気になれたよ。一体こいつらは何なんだ。痛いのは嫌だけど。えい。思った通り。カイン一発。うわっ。カインの力を使いこなす。燃えろ。俺の。聞いたぜ。まだ倒れないのか。光の刃よ。決まった。イエーイ。のパフォーマーをあの方に捧げるつもりだったのに。みんなのおかげだ。手置きだ。受け取れ、トーマ。いいか。悪のミラージュ、打ち取ったりってな。勢いに乗ったいい戦いぶりだったぞ、トーマ。だが、まだ動きに無駄が多いな。なあ、はいはい、分かってる分かってる。けどな、物事にはケレンミってもんが必要なんだよ。というか、死んでねえだろうな、この人。なあ、カイン、確かこれで元に戻るって言ってたよ。そのはずだ。しかし、ミラージュに憑依された人間とは、ああも変わってしまうのか。おっと、紹介しておくぜ。こいつはカイン、俺の相棒だ。で、カイン、こっちはイツキと翼ちゃんな。青いイツキにオリベ翼だな。君たちの名前はトーマからよく聞いている。面白い友人だと。面白い。イツキ、お前がイドラスフィアに入ったって分かったときはゾッとしたぜ。イドラスフィア？今いるこの世界のことだ。マジで心配したんだからな。ごめん、悪いとは思ったんだけど、あの時は翼を助けることだけで頭がいっぱいだったんだ。んなことは分かってる。俺はイツキならそうすると思ったから釘を刺したんだ。お前はこういう時平然と無茶するからな。でも今回はさすがに頑張りすぎだぜ。それよりトーマ、どうして黙ってたんだ。こんな危ないことに関わってたなんて。ヒーローは正体を隠すものだ。特に親しい友人にはな。トーマ。
正直なところ、いつきに余計な心配をさせたくなかったんだ。だから黙ってた。すまなかった、いつき。いや、謝ることじゃないよ。トーマの気持ちもわかるし。サンキュー、いつき。っていうか、お前もミラージュマスターになっちまったんだな。ミラージュマスターって？カインたちのことをミラージュって言って、ミラージュと共に戦う人間をミラージュマスターって言うらしい。なるほど。お前落ち着きすぎだろ。なんでそんないつも通りなんだよ。そうかな。強いな、いつきは。それじゃここで話してても仕方ねえし、さっさとイドラスフィアを出ようぜ。これで大玉に戻れるな。この数は厳しいな。こうなったら戦うしかない。でも敵の数が多すぎるよ。その場を動くな。え？キリアさん？翼、普通頭はドキドキしないと思うよ。しまった、イエツキ君、私色紙持ってない。これじゃサインしてもらえないよ。あの少年は。離れて、とにかく今はここを出た方がいいかな。やっと戻ってこれたな。とりあえず二人ともお疲れさん。なんかいろいろあったけど、ほんと戻ってこれてよかった。まったくだよ。ああ疲れた。終わったようね、トーマ君。ええ、最後はキリアさんに助けられましたけど。この二人は？
青い樹とオリベ翼、俺の友人っす。はい、オリベ翼です。青い樹です。マイコさん、この二人今回の件でマスターとして覚醒したみたいっすよ。マスターとして因果なものね。あなたは？私は島崎舞子。今回大玉で起こったような事件を調査している者たちの、そうね、リーダーってとこかしら。調査？ええ、ミラージュによる事件は公にはなっていないけれど、たびたび起こっているわ。こけら落とし消失事件、あの事件のこと、もちろんあなたは知っているでしょ。何人もの観客や俳優が一瞬のうちに消え去ってしまった事件ですよね。あの事件もミラージュの仕業よ。私たちもまだ彼らの正体をつかめていないわ。ただイドラスフィアと呼ばれる空間に潜み、人間たちに害をなす存在ということは確かよ。彼らは物理法則から外れた存在、兵器などの手段で駆逐することはできないわ。ミラージュを倒せるのはミラージュの力だけ。さっき俺たちに協力してくれたクロムとシーダみたいな。察しがいいわね。そう、一部のミラージュは特殊な才能を持つ人間に感応し力を貸してくれる。協力者となったミラージュの力で人類の天敵に対抗しいるもの、それがミラージュマスターよ。私たちはミラージュの起こす事件を収めるため、常にマスターの力を必要としているけど、マスターの素質を持つ者はあまりにも少ないの。翼？私に協力させてください。え？うまくできるかわからないですけど、もし私にその素質があるなら協力させてください。なるほどね。あなた、オリベ綾葉の妹でしょ？なんでそれを。私たちはあなたのことを5年前から知っている。もっともこんな形で翼ちゃんに関わることになるとは思ってもみなかったけど、5年前のこけら落とし消失事件で、オリベ綾葉は公演を見に来ていた翼ちゃんの目の前で消えてしまった。はい。ミラージュマスターとして活動すれば手がかりがつかめるかもしれない、そう考えたわけね。私ずっとお姉ちゃんのこと探してて、オーディションを受けたのも芸能界に入れば何かがわかるかもって思って、もしお姉ちゃんの手がかりが見つけられるなら、私ミラージュマスターになります。なりたいです。わかったわ、翼ちゃん、これからよろしくね。ありがとうございます。いつきくんはどうかしら。わかりました。俺にできることがあるなら協力します。いつきくん。いつきならそう言うと思ってたぜ。ありがとう、いつきくん。素直な子は好きよ。これからよろしくお願いします、島崎さん。なんの、舞子よ、いつきくん。私、名前で呼ばれる方がフレンドリーで好きなの。はい、もう一回。はあ、よろしくお願いします、舞子さん。いつきくん、本当にいいの？
翼だけに危険なことをやらせるわけにはいかないからな。ありがとう。樹くんが一緒にいてくれるだけで私頑張れるよ。おい、俺もいるんですけど、もしかしてお邪魔だった？そんなことないよ。トーマくんも頼りにしてるよ。仲いいわね、あなたたち。マイコさんもあと10歳若ければ混ざれたんすけどね。トーマくん、後でマイコさんとじっくりお話ししましょうか。あなたの未来について。全力で遠慮します。さて、トーマくん、いつきくんと翼ちゃんを私たちのアジトに案内してあげて。アジト？そんなものがあるんですか？秘密組織にアジトはつきものでしょ。いやいや、マイコさん、アジトってあれは。それじゃあ私はちょっと寄っていくところがあるから、また後でね。仕方ねえな。それじゃあ案内するよ、アジトにな。Okay, that's going to be the perfect way to end this episode. It's a long episode, but it had to be done. Yes. Yes, of course. Oop. All right, y'all. Hope y'all enjoyed. Like and subscribe. Do all that good stuff for me, y'all. Hold on. ここが俺たちのアジト。アジトっていうか、何かの事務所みたいだけど。みたいというか、そのものズバリ。フォルトナエンタテイメントって聞いたことがないか？知ってる。キリアが所属してる芸能事務所。さすが翼ちゃん。で、ここがそのフォルトナエンタテイメントだ。表の顔は芸能事務所、裏の顔はミラージュ事件の調査隊。それが俺たちフォルトナエンタテイメントなんだよ。で、二人には教えてなかったけど、俺がお世話になってる芸能事務所ってわけだ。どうして教えてくれなかったの？そうだよ、そんな組織に入ってるのを隠すなんて水臭いじゃないか。キリアと同じ事務所だって教えてくれたら絶対にサインもらってって頼んだのに。そっち？というか、翼ちゃんのそういう反応が予想できたから教えなかったんだよ。それよりそれより、トーマくん、キリアはどこにいるのかな？ここにはいないぜ。落ち着けよ翼ちゃん。キリアさんは仕事だよ。ただでさえ忙しいのに、今はライブも控えてんだ。それこそ分刻みのスケジュール。俺ですらキリアさんの顔見んの超久しぶりだったんだぜ。翼ちゃん、何してるんだ？キリアがいた空気を吸い込んでます。これがキリアが吸った空気。幸せ。どう、そうだ、二人に会ってほしい人がいる。
会ってほしい人？うん、あのドアの向こうにな。ほら、翼ちゃんもいつまでもトリップしてねえで。もう少しこの空気を。I'm gonna go ahead and end the episode here. Let me say it again.Alright, y'all, bye bye. Thanks for watching. Like and subscribe.